お疲れ様です。たくまるです。さあ、今回はですね、10月30日月曜日にですね、ロッテから発売されました、クーリッシュ復活のカプチーノを食べていきたいと思います。こちらですね、公式サイトによりますと、クーリッシュ誕生20周年記念、バニラとともに最初に発売したカプチーノが美味しくなって復活しました。コロンビア産の豆を使用し、酸味と苦味のバランスが取れたエスプレッソの味わいですということで、今日初めて知ったんですけど、クーリッシュって20年あるんですね。で、20年前にバニラと一緒にこのですね、カプチーノも発売されて、今回ですね、美味しくなって、また今帰ってきたということですね。で、気になるところがこの酸味と苦味、まあ、カプチーノなんで苦味っていうのはわかるんですけど、この酸味ってどういう部分なのか、これめちゃくちゃ楽しみです。中身はですね、こんな感じでちょっとですね、クーリッシュなんで見にくいんですけど、まあまあ色的にはですね、カプチーノ、まあコーヒーみたいな感じですかね。では、いただきます。あ、すごいカプチーノ。カプチーノやな、ちょっとね、食べた瞬間ほんのり苦味を感じて、甘さはちょっとで、ね、苦味の方が全然強い。でも、苦すぎない？あくまでそのブラックコーヒー味じゃないから。そのちょっとした苦味と控えめな甘さみたいな感じで。で、酸味なんやけど、酸味はですね、実際あんまり感じひん。どこが酸味なんやろっていう気はします。はい。めちゃくちゃカプチーノ本格的やね。アイスでここまで本格的な味再現できるってめちゃくちゃすごいと思うわ。でも、僕的には、もうちょっと甘さ欲しいなと思うし、このカプチーノを食べるんやったら、やっぱバニラとかチョコとかかなっていうの、そういう甘い系のアイスに比べると、やっぱり劣ってしまうかなって感じはしますね。まあ僕には早かった感じもするかな。まあ大人の方で甘いのが苦手でコーヒーとかよく飲む方はいいかもしれん。20代後半以上の年代で、まあカプチーノとかコーヒー系飲む方で甘いのがあんまり好きじゃないっていう方に対しての商品かなと思いますね。10代とか20代前半の人にとっちゃちょっとね、あまり口に合わへんかもしれん。まあ美味しいよ。美味しいけど、まあ、年齢が高い方向けかな。はい、というわけで今回はですね、10月30日にですね、ロッテから発売されました、クーリッシュのですね、復活のカプチーノを食べてきたんですけれども、本格的なですね、コーヒーの味がして、まあ甘さがね、控えめだったんで、まあ年齢がね、20代後半とか30代で、まあコーヒーが好きな方はですね、めちゃくちゃ好きだと思いますね。逆にですね、その10代とか20代前半、それ以下の子供が食べた場合はですね、ちょっとですね、口に合わないかもしれないですね。クーリッシュファンの方にはですね、たまらんと思いますし、僕ですね、スーパーで購入して99円ね、購入することができたので、まあどこでもね、売ってると思うんで、ぜひですね、この機会にですね、スーパーとかコンビニで購入して食べてみてください。これからもね、こういう新商品とか食べていくので、よければチャンネル登録してくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。